皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回はリクエストにお答えして、押尾幸太郎さんの翼という曲の解説をさせていただこうかなと思います。僕が以前アップロードしたあの演奏動画のスタイルでの押尾幸太郎さんの翼という曲の解説という感じでございます。まあ、スラム奏法を使って、ね、バシバシやっていくので、ちょっと難しいんですけれども、よかったら参考にしてみていただければという感じでございます。もうコメントにも、ね、たくさ ん, なんかこうリクエストというか、ね、弾き方を教えてくださいとか、レッスン動画を作ってくださいみたいなのが終わったので、ちょっくら作ってみようかなと思った次第でございます。よし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 。しかし、まあ、本編に入る前に前置きが少しあります。前置き。どんな前置きかというと、この手の既存の曲の解説動画みたいなのを出すと、よくつくコメントとして、よくいただくコメントとして、押尾さんのやり方と全然違うじゃないかみたいなコメントがあったりとかするんですよ。そりゃそうっすよ。そりゃそうです。そりゃそうです。もう押尾さんと同じスタイルで弾くんだったら、別に押尾さんの CD 聴けばいい話じゃないですか。別にね、もう一字一句間違えないようにその真似する必要ないと僕は思うわけなんですよ。むしろその押尾さんの曲を、なんかこう自分なりに弾いたらどうするかなみたいな、どういうふうになるかなっていうことに対して僕はなんかこう意義というか、その意味というか、なんか楽しさみたいなのを感じるので、まあ、僕は僕がやっているスタイルでの解説をさせていただきます。しかし、まあ、押尾さんの翼という曲はね、とっても人気の曲なので、まあ、ギターレッスン翼とか、翼ギター講座とかって検索をすれば、まあ、解説してくれている方がすごいたくさんいると思いますので、まあ、そういうのを欲しい方はそちらの方を参考にしていただいた方が良いかと思います。そんな感じでございます。で、またこのお恥ずかしながら申し訳ないながら、この翼っていう曲自身、僕は何回か聴いたことがあるんですけども、押尾さんが弾いているところって全然見たことないんですよ。なんで、どういう手順で弾いているかとかは全く知らないので、全然やり方が違うかと思います。そこだけ、含んでいただけると嬉しいなという感じです。で、もう一つ。この手のまたこう既存の教育の解説動画みたいなのを出すと、また絶対来るコメントとして、タブ譜くださいとか楽譜くださいっていうコメントがつくんですよ。もうこれはね、もう買いましょう、素直に。押尾さんの曲というのはね、もうすごい嬉しいことに恵まれていることに、もうほとんどの曲の楽譜が販売されていると思いますし、まあ、レッスン動画とかもすごい充実していると思います。もうこれはね、めちゃめちゃ恵まれてますよ。楽譜があるというのは恵まれてますよ。もう楽譜が欲しい、タブ譜が欲しいと思ったら素直に買いましょう。素直に変えましょう。恵まれています。楽譜がたくさん豊富にあるということは、めっちゃ恵まれています。そこはもうね、素直に楽譜を買っていただければなという感じでございます。では、そんな感じです。ちょっと長くなってしまいましたが、早速解説動画の方に移っていきましょう。しかし、結構長くなると思うので、いくつか動画に分けたいと思います。この1本目の動画では、イントロと A メロ、この2つを解説させていただこうかなと思います。ピクチャーインピクチャーで画面どんズバンバンバンという感じで、手元もお見せしながら、見せていこうかなと思いますので、よかったら参考にしてくださいませ。それでは行きます。実際そのどんなやり方か、どんな演奏動画なのかみたいなのはね、動画の方を参考にしていただくとして、ちょっとゆっくりやってみましょうか。こんな感じです。やってみたいと思います。順番にいきましょうか。まず最初、演奏する前に、僕は少し精神統一をします。この曲、気を抜くとめちゃめちゃ速くなってしまうんですよ、僕の癖で。僕の癖でめちゃめちゃ速くなってしまうので、弾く前にちょっと精神統一をします。速くならないように気をつけようと。で、ちょっとこのポップな心を持って、よーし、行くぞ！ワン、アチュー、ワン、ツーと矢で叩きます。ワン、アチュー、アワン、ツーで、その次、パチッといて、これですね。叩いて、で、この440、440、440をストロークして、こっちに持っていくと。あ、ごめんなさい。あと、あれだ。チューニングはダドガドです。ダドガドです。ダドガド。こんなチューニングです。お気をつけください。ダドガドチューニングです。もう一回。ワン、アツー、アワン、ツー、バドッドン。こんな感じで弾いていきます。
で、その次、この小指でこの7フレットハーモニクスですね。カート。で、この、ドスドスしながら人差し指で、セコ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 と、セコセ、セコします。あのフラメンコギターでいうところのセコというテクニックがあるんですけども、まあ、人差し指でダウンタップをするだけです。ドスドスしながら、テッコ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 と人差し指で、そういうストロークをしていきます。で、こういうとき、大きな音でアップストロークしたいときは、その人差し指じゃなくて、親指で弾いたほうが音量が出るので、気分に応じて、親指で、ストロークをするといいかなと思います。で、その次、12フレットハーモニクスが来て、で、たまに気まぐれでこの12フレットをタッピングしたりとかして、薬指もしくは中指とかで、まあ、その、ね、12フレットをタッピングするわけです。こうやって作る。そうすると、ヒャーンとこう、これで、ヒャーンと。こんな感じで A メロに入っていきます。ずっと待った。次で、人差し指でそのまま、キューン、ワン、ずっと。バスの音が、このパワーコードに絡むので、ちょっとこのストロークが逆になるのが、難しいところって感じですかね。で、スタッツッと。こんな感じになります。もう一回やってみましょうか。ワン、アー、ツー、ワン、ツー。で、ハーモニクス。で、気分に応じてアップストローク。で、その次、12フレットハーモニクス。7、ツイスト、こんな感じです。ギャーンと、なんか太い音を鳴らしていきましょう。で、その次、11フレットからスタートして、ちょっとゆっくり弾いてみますね。こんな感じです。順番いってみましょう。9フレットからスタートして、ダンス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 といったら、11フレットをメロディー弾いていきます。で、ところどころそのミュートをこの離して、パワーコードを入れていきます。で、そのまま薬指でそのメロディーをなぞっていって、で、その次、この、まあ、こんなフォームですね。この余ってる小指で、こんな感じでちょっとこのメロディーで遊びます。で、その次、ちょっとこれ難しいんですけども、中指でこの5、5、5を押さえて、人差し指で4。5、5、5、4ってことですね。で、このメロ4がメロディーになります。で、その次、薬指、小指で、6、7フレットに行ってメロディーを作っていきます。で、人差し指で1弦の4フレットに行ってまたメロディーをつなげると。っていくわけですね。で、その次、また同じように、7、7、7、6。
人差し指で10、10、10といって、小指で12、10と置きます。こんな感じです。で、自分の場合はそのメロディーに合わせてそのバスの音を入れていきます。もう一回やってみますね。11から、たまにミュートを外して、で、メロディーが変わって、小指弾きます。で、難しいんですけども、このフォームが変わって、1弦のメロディーで、で、バス、バス。で、その後に、人差し指でこのストロークをしつつ、右手でこの細かいストローク、タカタカタンっていうの。薬指から薬指、中指、人差し指、アップストロークでドン。こんな動作を入れていきます。ストロークをしたら。こんな感じです。そうすると、こう、すごいなんか派手な感じで、ドルゲーって感じでなる感じです。でも、そのドルゲーってなって、その派手な感じが出たのはいいんですけれども、派手な感じはちょっとこのね、ミュートで押さえていかないとメロディーがすごい埋もれてしまうので、すぐにこの、メロディーのためにミュートしてあげると良いかなと思います。みたいな感じです。一緒ですね。まあ、似たようなものです。で、その後に、最後の締めのメロディーで、締めのメロディーで、なんていうパターンが出てきます。こんな塩梅です。Bメロが続くんですけれども、続いていくんですが、とりあえずまあその B メロとサビの部分に関しては、次の動画でご紹介させていただこうかと思います。まあ、普通にそのメコピができる方はね、多分今ので、あ、なるほどね、そうやってやるのね、なるほどね、なるほどね、となったかと思うんですけれども、もうちょっと細かい説明が欲しいという方は、また来週楽しみにしていただければという感じでございます。そんな感じで A メロから、イントロから A メロにかけての解説という感じでございました。人差し指のこの使い方とか、中指の使い方とか、まあ、ちょっくら難しいんですけれども、その辺は頑張って習得していただければなという感じでございます。どうしようかな。ちょっと最後にじゃあもう一回、ゆっくり弾いてみましょうか。いきます。こんな感じです。精神統一。ワン、ツー、ワン、ツー。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。